小山高朝は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、戦国大名、小山市17代当主、下谷国を代表する優勝として知られた。英章5年、結城正友の三男として誕生。三代古学坊、足利高本の返帰を受けて、小朝と名乗る。英章16年、高本の意向を受けて、小弓久坊。 足利義昭に味方する、マリアツ氏の城である、カズサコクシーズ城を攻撃した武将の中に、結城六郎が含まれており、これが、後の高浅と推定されている。天文4年頃に、小山正長の養子氏となって、小山氏の家督を継承した。なお、この際に、山川氏から来た、同じ養子、小四郎を倒したとされている。小山氏の当主となった後は、 反抗的な家臣を武力をもって従わせ、協力的な家臣には、領地などの恩賞を約束するなど、家臣団の統一を目指す。また、周辺の領主と和平交渉などを行い、停戦や失っていた領土の回復を果たすなど、内外の問題の解決に尽力した。そういった、校長の功績もあり、小山家は、比較的安定した勢力を回復することができていた。 また、父、正友や、兄、正勝と協力して、結城市の敵対勢力と戦う。天文16年、父、正友が没するとその隙をついて、下野宇都宮氏が攻めてきたが、校長は、兄と協力して、これを駆逐した。天文18年、北条宇康安が、小学坊、足利春氏の後継に、吉氏を擁立しようと格索したのに対して、着難。 富士氏を擁護する校長は対立する。しかし、兄、正勝が圧力に屈して、吉司法についた上に、自分の着難、秀綱までも同調したため、隠居を余儀なくされ、永六三年頃に、秀綱に家督を譲った。兄、正勝が没すると、これを後期と見た織田氏治が、有気城に攻め寄せるが、その際に、有気城に滞在していた校長は、 小山軍、結城軍を率いて、七地を退りけている。A64 年、小田原城の戦いでは、上杉謙信に味方し、上杉軍の一員として参じている。しかし、謙信の関東官僚就任式で千葉田富に、関東諸将の首位の座を奪われたことに不満を抱いたと、言われており、直後に、北条氏康と手を結んだために、謙信の怒りを買い、翌 a 6五年に、 剣心に攻められて、校長は降伏した。その後は秀綱に、小山城を譲り渡して、江ノ本城に退き、永禄十三年、元気元年頃に出家して、命殺しと合する。天正二年、北条氏政を攻めようと軍備を整えていた直後に、急死した。永禄二年、兄、結城正勝が没すると、三男、春友が結城氏家督を継いだが、 晩年の校長は、結城市の菩提寺の住職にあてて、自分が小山市を継いだ頃は、何かがあると両親が小山に来るので困惑したものだが、春友のことを考えると、両親の気持ちがよくわかるという趣旨の書状を出して、自分に代わって、春友を助けてくれるように求めている。一方、春友も同じ頃に、父の健康が優れないことを聞いて、乱世で、 結城氏を守るためとはいえ父を責めた罪に悩んでいることを同じ住職に告白する書状を送っている。この頃の関東は古学防火の内紛やご法上氏と上杉氏の争いの影響を強く受け親子や同族が敵対する側に立って互いを責め合うことが多くあり小山、結城両氏も例外ではなかったのである。ありがとうございます。